原発の稼働を嫌がる人たちって再生可能エネルギー関連の人たちですか。再生可能エネルギーを、いや、別に私は再生可能エネルギーが嫌いだとか良くないとかっていうのは全くこれっぽっちも思っていないんです。再生可能エネルギーはある一定水準あってしかるべきで、それはいいと思ってるんです。ところが、問題なのは再生可能エネルギーオンリーで行かないとダメだってことを言い続けてる人たちがいますよね。そしてやっぱり中学生とか高校生とか大学生とかそういった若い人たちですよ。再生可能エネルギー以外は日本をダメにするかのようなことをですね、もう吹聴している人たちがいるんですよね。まあ、要するにグレタ・トゥンベリさんに代表されるような、ああいう若い人たちを使ってという言い方はまあ失礼だけど、日本でもやっぱりもうそういうふうに思ってる若い人多いんですよ。若い人たちっていうのはやっぱり信じると純粋ですからね、とっても真面目にそう思ってるわけです。罪は全くないんだよね。なんだけれども、再生可能エネルギー一色の真っ只中の時でも、空お天道様次第ですとか、風が吹くかどうか次第ですっていうエネルギーに全力を注ぐなんてことはありえないですよね。日本はもう再生可能エネルギー全体の20%ぐらい来てるんで、もう限界だと思いますよ。これの比重がもっと上がっちゃったら、もういつ何時この間みたいに、停電するかもしれないっていうリスクがいつ何時起きてもおかしくないと思います。だから原発を嫌がってる人っていうのは、再稼働を嫌がってる人たちには、その再生可能エネルギーオンリー派の人たちもいますけれど、まあ、純粋に原発が怖いと思ってる人たちもいるんですね。再生可能エネルギー関連の人たちオンリーではないかもしれません。少なくとも再生可能エネルギーだけでやっていかなきゃいけないって言ってる人たちは全員原発反対であるということは間違いないでしょうね。